武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年中央大学経済学部の国語の勉強方法について話していきたいと思います。中央大学経済学部の国語、試験時間は60分間で、配点は100点満点の試験になります。大問構成は全部で3題出題されています。1題目、2題目が現代文の問題、3題目が古文の問題になっていました。で、傾向としては、漢字問題なんかが出題されるんですけども、それ以外に関しては基本的にはマーク式の問題になります。記述問題は出題されていませんでした。で、その1番、2番、3番でそれぞれ配点が書いてまして、1番の評論文が配点50点で、2番の現代文の問題が配点20点、3番の古文の問題が配点30点というような形になってまして、現代文が70、古文30というような内訳になっていました。なので、中央大学を目指す方であれば、その現代文を優先して対策していくというのがいいかと思います。基本的には現代文の取材内容というのは漢字や語句について、あるいはその文章の傍線部に関して内容一致を問うような問題が出題されていました。なので、他の大学の現代文と共通する部分ではあるんですけども、文章をしっかり読んで、問題を見てその根拠を正確につかむ、そして選択肢をしっかり吟味していくという基本的な作業がいかに忠実にできるかどうかが試されているような試験になっていました。なので、対策の方法としては武田塾の参考書の、マーチレベルにあたる現代文読解力の開発講座で、しっかり文章の、主張ですね、筆者の主張をつかみ、でその掴んだ内容をしっかり、入試現代文アクセス発展編 G マーチカンカン同率の現代文で演習をしていくと、でその回答の根拠を照らし合わせながら、傍線部の吟味を行い、選択肢を正確に選んでいくっていうことを、できるかどうかっていうところがポイントになってきますので、その先ほど話した3冊の参考書でそこにお注意しながら対策をしていくようにしてください。で、古文に関しては、そこまで難易度の高い文章は出題されていませんでした。ただ、その和歌の知識を問うような問題だったり、古文単語、古典文法の知識を問うような問題が出題されていますので、そういった知識面を、掘り下げて学んでいく必要があります。読んでみて覚える古文単語315や、優しく分かりやすい古典文法なので、単語や文法の知識は当然持っておくようにして、和歌の知識なんかは古文上達基礎編45の、和歌のページを見ながら和歌の知識をしっかりつかむんでおくようにしてください。で、古文のその解釈の問題、どの解釈が正しいかというような問題も出題されておりますので、文脈をしっかり整理しながら読んで、正しい選択肢を選ぶようにしてください。で、そうですね、具体的にはそのマーチレベルの参考書、有名私大古文演習や首都圏難関私大古文演習、 G マーチカンカン同率の古文といったところの参考書を、しっかりやるようにしてください。そういったところのレベルの文章が、読めるようになってくれば、中央大学経済学部の過去問も十分対応できる範囲かと思います。で、最後は過去問演習をして、ちょっと知識を問うような傾向にありますので、その自分が不足している知識を、どこで補うのかというのを考えながら、古文単語帳の最後のページなんかで文学史なんかも載ってますので、そういったところも使いながら、知識を補っていくようにしてください。今回は以上です。